はいどう、もなげたブログです。いきなりやねんけど、大学受験落ちた場合って、残されてる選択肢は、浪人するか、滑り止めの手術に行くか。で、今回、俺はこの動画で、ここに、留学っていうのをねじ込みたいなと思ってね。っていうのも、俺も実は、大学受験落ちてから、留学を決めた人間。だから、大学受験落ちちゃった人の気持ちはめちゃくちゃわかる。今までめちゃくちゃ頑張ったのに、それが裏切られた気持ち、自分の不甲斐なさ、と期待してくれた親への申し訳なさとか、めっちゃ意味わからん感じなりが、も俺もめちゃめちゃないんだし、今思い出しても涙がちょっと出てきそうになるぐらい、ほんまに悔しくて、ただ、俺その時、 老人も、滑りリドの手シズもどっちも行きたくなくて、どうにかそのどっちも選ばない選択肢はないかって、どうしたらいいかって言って考えとって、ある日親と相談した時、おとんが突然、え、浪人が嫌なら海外進学すればいいじゃないっていう。<music> マリー・アントワネットみたいなこと言われて、俺その時電撃が走ったな。その手があったんかと。俺その時留学なんか全く考えてなかったから、そこから一気に留学への興味が湧いて、あと自分を拒否した。 大学学へへのののの憎憎ししししみみがそそまま日本への憎しみに変わったのも後押ししててれで俺は留学を決めてん少し話がそれてんけど、留学っていう選択肢を提案したいっていう理由は別に俺が留学生やからっていうわけじゃなくて、ちゃんとした理由もあんねやんか。そもそもやで、いい大学に行く理由って何かって考えたら、ほとんどの人がいい会社に入って、いい給料をもらう。多分これが答えやと思うね。でも、アメリカの話をすると、ま、そもそも国のサイズも違う、国の経済規模も違うっていうのもあってやろうけど、平均年収が日本とアメリカ全然違うと。 が高くて日本の方が低いましてや今円安とかあと少子高齢化とかで日本の経済下がっていってるっていうのでこれからも差が開いていくんちゃうかと思うし、まあ、ちょっと例として言っとくのが、えー、日本の大企業とアメリカの大企業それの初任給を比べると日本が352万円でアメリカの平均が540万円っていうのでこの時点ですでにと200万円ぐらい下がるのかな1年目でで、まあ、今ちょっとアメリカ就職した場合の話をしてるんけど、まあ、アメリカ就職って実際ビザとかの関係もあってすっごい難しいねんかじゃあアメリカ就職できへんかったら そうやんけって思うかもしらんねんけどまあ、アメリカ就職できなくても留学から帰ってきた人にあるの何って考えたら英語力語学力バリバリあるやんあと学位も持ってたら最強やん日本帰ってもその語学力を生かして外資系に入るチャンスもあると思うし日本の会社に入ったとしても駐在員として海外勤務になれば高い給料も目指せるっていうのでだから日本に帰っても全然チャンスはあるあと日本の給料実は下がり続けてるらしいっていうのでこれは有名な若い社長さんの竹花さんっていう人が言ってるんだんけどまあ、給料日本の給料バーっと横ばいで一緒に見えてんねん 実は税金が上が上っているとみんな知らないうちに実質の給料は下がってるとだからみんなゆでがえる状態やでって。 そこまで言ってんねんか。それちょっと怖いなと思って。あともう一つ、これ理系の人。俺も日本の大学理系で受験して、今もコンピューターサイエンスっていう理系の学部を勉強してんねんけど、エンジニアへの給料の差が半端じゃない。平均年収で言うと、ほんまに倍ぐらい下がんねん。だから、もし理系で大学受験失敗してしまったっていう俺みたいな人、ちょっとアメリカの年収だけで調べてくれへん。それだけでもうアメリカ留学する理由になると思うね。まあ、ここら辺の経済面のことを考慮すると、いい大学に行く目的である高い給料をもらうっていうのは、留学しても叶えられる ことやってこと 日本にいると、塾とか、学校とか、あと社会とか、親とか、そういうのの洗脳のせいでもういい大学に行って、いい会社に入る、それが幸せみたいに洗脳されてて、周りの選択肢全く見えてないやんか。俺も実際洗脳されてて、やからこそめちゃくちゃ勉強してたし、でも俺はたまたま、その留学っていう選択肢に気づけて、今この場所にいるわけやんか。だから、なんていうか、自分が洗脳されてたからこそ、その今洗脳されてる受験生とか、今見てくれてる人に、留学っていう選択肢を提案せなあかんと。ただでも俺のスタンスはあくまでも、留学 の方がいいから絶対留学しろとか、留学の方が絶対得やでっていうわけではない。もちろん留学して失敗するやつ、留学してもうまくいかへんやつもたくさんおると思う。ただ、留学っていう選択肢があるけど、ちょっと考えてみいひんっていうのが、この動画の目的やし、俺のこの発信活動の軸でもあんねやんか。まあ、自分は今のところ、留学して後悔はないし、今コンピューターサイエンスっていう難しい専攻や、勉強してんねんけど、まあ、アメリカ就職、まあ、そこを目指して今、すごい勉強頑張ってんねんか。日本のいい大学に行く、イコールお金持ちになれるっていう視野になっちゃってるのに、ちょっとだけ一石投じ 自っってていいいいうののが目的その受験地獄みたいないっぱい自殺してるやん日本留学っていう選択肢が受験を落ちてしまった絶望とかからちょっとした光をちょっとした希望を提供できたらなってすごい思ってるってことで今受験勉強失敗しちゃって絶望してる人おると思うけどこの動画見て留学っていうのもちょっとだけ考えてみてくれたらなと受験落ちたい人だけじゃなくて今受験勉強頑張ってる人とかにもこの動画見てほしいなと思いますはいでは次の動画でバイバイ